マイカラーメハスクーチョルカリトクスニューヨークというわけで、皆さんこんにちは。カラダトクスニューヨークヘルスコーチのマリです。もう本当に変な動きばっかりしててすみません。ちっちゃい頃からなんですね。はい、というわけで4月になりました。本格的に春ですよ。なんかインスタグラムとか見てると、皆さんね、日本ではもう桜が満開で、そろそろお花が散り始めてますみたいな、そんなね素敵な写真をたくさん見かけますが、ニューヨークはねまだちょっと桜の季節は遠いんですよ。でもね、今日私セントラルパークに行ってきて、で黄色いお花とかね、あちこちに咲いてて、あ、春が来てるなというふうに感じました。すごく幸せな気持ちになりましたが、私ね、春1年の中で一番好きなんですね。でその理由の一つに、とてもいいエネルギーを感じるっていうのがあるんです。なんか新緑が出てきたり、お花が咲いていたりとかね、全体的に緑鮮やかになったりとか、あとはもちろん暖かくなるので外に出たくなるっていうのもそうですけれども、なんかいいエネルギーを、こういうね、生きてる命のエネルギーをもらって、私も元気になれるんです。で人間にもですね、このエネルギーっていうのがもちろんねありますよね。でエネルギーを測る機械みたいなのがありまして、健康の時のエネルギーレベルと病気の時のエネルギーレベルって全然この数値の高い低いが違うんですよね。もちろん健康だと高くなるし、病気だと低くなるんです。で食べ物にもこのエネルギーがありまして、ブロッコリーだとエネルギー数値が高い、でジャンクフードだったら低いんです。なのでこういうエネルギーレベルの高いブロッコリーみたいなものを体に入れると、私たちのレベルもぐんと数値が上がっていく、つまりどんどん健康になっていく。まあね、ジャンクフードに比べて、こういうブロッコリーとか食べてる方が健康になりますよと、これは分かるんですけど、健康になるならないっていうのをエネルギーの数値で見ていくのも面白いなというふうに思いました。なのでエネルギーのレベルが低いジャンクフード食べると、それが私たちの数値も下がって病気になる、あー、なんか面白いなというふうになりま思いましたけど、こういうねエネルギーのレベルを写真でも見ることができまして、この辺もうちょっとねしっかりリサーチして、いつか皆さんにお話できたらなというふうに思っております。お楽しみにしておいてください。私もね、みんながへえへえへえって思ったのでね、皆さんにもへえへえへえって思ってもらいたいなというふうに思いました。なんか面白く勉強できるのが一番いいですよね。はい、で私今月4月の終わりから約1ヶ月間日本に行きます。日本滞在中はですね、セミナーだったりワークショップを開催します。で今回のワークショップは鎌倉と大阪で開催するんですけれども、皆さんの健康を維持する上でとても大切なオイルについてお話をする予定です。なんかオイルって太るから取らない方がいいんでしょと思ってる方大間違いですよ。ね、私たちの細胞とかね、脳とか作ってるのもう本当に大切なオイルなので、だけどオイルの摂取の仕方を間違えると肥満とか他にもたくさんのさまざまな病気を引き落とし招いてしまいますので、じゃあどれを選んだらいいのっていう風なところを美味しくですね、楽しくお伝えできればなというふうに思っています。詳細等は決まりましたらまたお知らせしますので、お楽しみにしていてください。はい、というわけで新しい月になりました。新しい月になりましたら、KD キッチンからレシピを3つインストラクターさんにお届けしておりますので、今日はこの4月にリリースされたばかりのレシピをご紹介したいと思います。では早速いきましょう。1つ目、パイナップルミントジュリアス。パイナップルの甘酸っぱさとミントの香りが見事にマッチした冷たくて爽やかなドリンクを召し上がれ、というわけで、これも本当に爽やかでめちゃくちゃ美味しいです。で普段ねあんまりミントを、摂取してるわ使ってるわという方はもしかしたら少ないかもしれません。私もね日本にいる時ってあんまりミントってあんまりどころか全然使ったことなかったんですが、今ねよく使うんですよ。でなぜかというと、このグリーンジュース、コールプレストジュースを、ね、毎日飲んでるからなんですけど、これで私よく使うパイナップルとミントが本当に合うんですね。なのでよく使ってるんですが、今回これをマットシェフにお願いして、これ使ってなんかやってよっていうふうに言ったら、このジュリアスっていうのを作ってくれました。ジュリアスってなんやねんって思ったんですけども、ジュリアスは氷をクラッシュしたドリンクなんですよね。もう響きが可愛いじゃないですかね。でこの爽やかなミントとパイナップルを合わせてジュリアスに仕上げました。もう味もおしゃれ、見た目もおしゃれ、美味しいし、サウンドもおしゃれっていう、自分用にも、そして家族
用にもお客様用にもお役立ていただける一品になるかと思います。これからの季節にもぴったりだと思います。お楽しみください。はい、では2つ目いきましょう。豚肉と焦がしブロッコリーのかつお仕立て。豚肉とブロッコリーを醤油で仕上げる香ばしい一品。鰹節の旨味が満足感をアップしてくれます。はい、今回初めて登場する食材ですね。豚肉が登場しました。去年まではね、 KJ キッチンは動物性タンパク質はチキンとお魚をおすすめしていたんですけれども、今年からはですね、包括的にクリーンイーティングをサポートするということで、2月に牛肉が登場して、今回初めて豚肉の登場です。ビタミンがね、豊富ですので、皆さんにぜひ楽しんでいただきたいなとは思いますが、しっかり野菜も摂取してくださいね。はい、でこのレシピなんですけれども、醤油でね、香ばしく仕上げてるんですよ。でブロッコリーもなんと薄切りにしてちょっと焦げ目をつけますのでね、醤油のね、香ばしさとうまくマッチして、もうご飯が進む一品になるんじゃないかなというふうに思います。なんかね、和風チックなんですけど、なんか作り方とかね、切り方と材料の切り方とかがね、ちょっと日本食っていうのと離れて面白い一品になると思います。はい、ご飯が進む、とっても美味しい栄養あふれる一品です。豚肉と焦がしブロッコリーのかつお仕立て、お楽しみください。はい、では3つ目いきましょう。焦がしバナナとくるみのシナモン仕立て。バナナを香ばしく焼いて、ナッツの食感をマッチさせる美味しくとおしゃれ、そしてユニークなデザートを召し上がれ、というわけで、めちゃくちゃ美味しいです。これもでね、何より美味しいもそうなんですけど、ユニークなんですよ。もう皮のままですね、ジューッと焼いて、ね、バナナがね、本来持つ甘さを生かしますので、なんかそれでね、天然の甘さがちょっと焦げてね、香ばしくもなりますし、あとはね、ナッツをね、上にのせますので、ナッツの脂質がバナナをまろやかな味に変えるんですよね。でもちろん食感も、ナッツの食感もありますしね、まろやかな、こう、へ、バナナってこんな楽しみ方あるのって、味もそうですし、見た目もそうですし、本当にユニークでね、おしゃれな一品、驚きの一品に仕上がります。お家でね、お子さんがママなんか食べたいよっていう時に、バナナポンってあげたら、いやだ、もっとなんかケーキとかがいいとかいう風に言うことってあるんじゃないかなと思うんですけど、これね、あっという間に多分5分もかかりませんので、パッパッパッと作ってあげると、あ、これならいいよって、こうバナナをね、満足して別の方法で喜んで食べてくれるんじゃないかなと思います。で、見た目もユニークですので、お客様用とか、もちろんあなた自身もね、楽しんで、栄養あるクリーンなおやつを楽しんでいただけるかというふうに思います。ぜひお家で作ってください。焦がしバナナとくるみのシナモン仕立てです。はい、今ですね、 KD キッチンはニューヨーク、東京数カ所、鎌倉、横浜、大阪、神戸、あとは京都で、体験していただきます。で、近くに KD キッチンがないわという方もいらっしゃるかと思いますが、今年からですね、あと数ヶ月以内ぐらいに KD キッチンのオンラインクラスも始まります。はい、通えないという方、なかなか時間が合わない、近くにないという方は、こちらの KD キッチンオンラインクラスを、皆さんご利用いただいてですね、ヘルシーセクシーハッピー、クリーンなレシピでヘルシーセクシーハッピーを目指していただければというふうに思います。皆さん、いいエネルギーの食べ物を体に入れて、自分のエネルギーもどんどん上げていってくださいね。 Alright, that's all for today. Sending you lots, 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 lots of love and kisses from New York. See you soon. Bye!